さあいよいよですね、えー、ウェーブ、えー、p s 版バーグラリードッグでございましてね。まあ、あのー、前回からバックパックをつけるにあたって、えー、大きく変更した点がありまして、えーまあ、これね、見ていただいて、まあ、ミサイルポットに色が入った、<laughs> 赤いのね、今ちょっと外れたけど、外すけど。 赤色のね、ミサイルポットに色が入った。あと、この足裏、ローラーダッシュ、および後ろやな。えー、はい。であと、この、えー、動力ケーブル風のところに、えー、スカイブルーが入りまして、いよいよ、えー、準備万端でございます。<laughs> 準備万端。はい。これ、やっぱり見えるのよな、ここが。見えるから、 1>, あの1個ずつあの、ウェーブのキットは一応ね、タイヤが3個でワンパーツ、3個でワンパーツなんですけど、あのー、それ全部黒にすると、えー、やっぱりあんまりよろしくないような気がしてで、あと見えるとこね、青いケーブルがあるように見せかけた、えー、ダミーの色を入れまして、でいよいよあこんな感じです。はい、で、えー、バックパック、後ろに見えてますけどね、こちらでございます。 これ,これがーバーグラリードッグの武器でございます。これね。で、ミサイルポットが赤色。中のね、えー、ミサイルだけが別パーツになってますんで、ざっくり赤色入れても、で、重ねても多分こうやって赤色に見える。これはちょっと嬉しいね。はい。赤色。で、ここ。トランプルリーガーやったかな。これは一応ね、えー、選択式です。 これ。で、えー、柔らかいやつも、柔らかいパーツも入ってるんですけど、えー、まあ、伸ばすか、畳むか、あと、これが4つパーツがあって、4種類あって、あの、展開具合を選ぶことができるんですけど、今はもう固定用の、えー、伸びた状態のやつを使ってます、これ今。ちなみにこれ外します。こう外すと、えー、 このトランプルリーガーが、あ、まあ、ここはこれポリキャップ入ってるからいいんですけど、これが畳めます。こうやってね。はい。畳むことができます。これね。で、このね、PS 版には、PS 版には、あの、このトランプルリーガーって言われるやつが、短いやつもついてます。再販になってからかな。 PS 版の再販から短いパーツが入ってるみたいね、どうも。あのね、スタンダード版で、あの、前に僕ね、この、えー、バーグラリードッグはね、スタンダード版の時には入ってなかったと思うんですよ。あの、短い分が。ちょっと待って。どれぐらい短いのか見ていただきましょう。これがノーマルなんですけど、これが短いパーツ。これね。 9パーツなんですけどね。これぐらい短いね。ほら。だから、畳んでるときは、折り畳んだときはね、多分これだけ長かったら、多分ね、当たってるんですよ、多分。<laughs> 下に当たる、たるはずなんですよ。当たるはずなんで、これを使ってくれっていうことなんですよね。僕ね、最初のね、スタンダード版にはこれはなかったような気がすんねんけどな。これ、短いやつが。 で、まあ、これはまあ、使えへんと。で、これも、だから、ここに、あの、わ、柔らかいパーツも入ってるんですけど、それをすると多分ね、広げたり閉じたりしてる間に降下して、多分、散れる可能性があるんで、まあ、今回は、伸びたとこだけね、これ、使ってみようっていうことで。で、あとはね、こうミサイルポットが、着脱式になってます。これね、えっと、ターボカスタムやったかな。 スコープドックのターボカスタムがそうであったように、これね、実はここの根元が、えー、外れます。スポーンって外れるんじゃないね。なんか後ろの、あのー、根元外すと、えー、外れるんですよちょっと待ってここね、意外とね、こだわりな部分なんですよ。こうやって、後ろ外します。こう、後ろ外したら、あのー、ここの根元が、 部分的に刺さってるんで、これで外れるんですよ、ここが。ほら。ね。これなんでって言ったら、あのー、確約たる異端の時に、あのー、ここをね、あの、パージ、な、ミサイルポットパージしてるシーンがあるんですよ。パージして、あのー、外して、そのまま、あのー、宮殿内部に突撃してるんですけどね、こうやって。 パージした状態が見れるでこれね、これはこっちにつけることも可能なんで、ここね、逆側かな、ここにつけて。まあ根元から外れてるかもしれませんけどね、これはね、ポイント高いですよ。こうやって外れたところがあるのは。ただね、後ろを止めてしまうと、 この後ろのパーツを止めてしまうとこのパージすることができないんで根元から取るしかないここねここうんまあつけようかとりあえず <laughs> これ言いたかっただけみたいな <laughs> これ後ろ外してねつまりおおって思ってんこれ実はねうん意外とねあのー PS 版じゃない、バーグラリードック自体がね、あのー、いろんなギミックが入ってるんですよ。このバックパックも、これ、ここね、つけたりするんですけど。うん。あのー、ウェーブがね、あの、あんま、多分ね、ウェーブっていうメーカーがあんまり好きじゃないのは、おそらくね、スコープドックでも、あのー、ペールゼンファイルズ版やな。ペールゼンファイルズ。 あのバックパックはね、ちょっとできたら避けたいよね。<laughs> ペールゼンファイルズ、あの、なんかフックが飛んでいくやんか。どっかにフック引っ掛けて、それでバーンって自分引っ張っていくねんけど、あれはちょっとやめてほしいよなっていう、そんなとこ。これ、バックパックのとこね。で、とりあえずつけてみましょう。うバブバーグラリードッグ、いよいよ、健在や。ガチ。 ちょっとミサイルボット外れたミサイルボットもつけるわ、うん、こんな感じかな後ろのトランプルリーガーもつけてここにしょやっぱ後ろ当たるみたいだな つけたらこんな感じね、はあ、やっぱ後ろがねこれ以上たたんだら当たんねん下にこすんねんここにほらこれね当たんねん当たんねんだから短くしないと無理なんですよねでこれがね全部展開したらどうなるのかなんですよねこれ興味のあるの多分ね、えー、この状態じゃないはずやねん多分こうやって広げていってねカリカリ言うてるでしょう 当たってんねんともだから。あとこの後ろ片手でやあのちょっと辛いけどな。えい。こんな感じかな。ポリキャップのところを前に刺して前まで持ってきたらあの後ろのビラビラがね後ろの、ね、あの取り付けネームとかねブーっと入ってる。 手首はね、あの、一番短いやつにしたんですよヘビーマシンガン持たせな斜めになってる手首あんま好じゃないんでこんな感じでどうしようこれがフル展開した状態ですバーグラリードッグねっごめんごめんガス屋さんの名刺があったな <laughs> こんな感じです やっぱさすがにねこの状態ではいすっごく長く感じるねなな35でもほらなこれここに根元があってこんな感じですバーグラリードッグねバイザー当たってるなこんな感じですかね まあ、あの、このね、えー、ウェーブの、ウェーブのバーグラリードッグが、ウェーブのバーグラリードッグあったらね、別にバンダイの、バンダイのハイグレードを買わなくてもいいなって、<laughs> しっか正直なところ、これがあったら、このコンパクトさっていうの、あのね、すっごくね、これね、バンダイと比べたら、バンダイのドッグと比べたら、 やっぱりウェーブの方がよくできてるなって、やっぱりね、こ納得やね。申し訳ないんやけど。あの、精度、あとバランス、すべてがやっぱり高次元で、えー、やっぱりウェーブの方が優れてるよな。うん。まあ、バンダイがね、あの、この5月の末ぐらいに、5月の末ぐらいにバーグラリードックが、まあ仮に出たとしてやで、あの、よほどの金型を、金型修正するか、 えー、よほどバランスを考えへん限り、おそらくね、えー、多分このウェーブの、このバーグラリードッグを見た後で、えー、バンダイのバーグラリードッグ見たら、多分ね、えー、って、なる。なる。これね。おせり抜きにね、自分で言うのやけど、あの、かっこいいのよ。<laughs> かっこいいのよ。 うーん、これね。ちなみにやけど、あのー、まあまあ、レギュラーである、これがあ、ノーマルスコープドッグ。ね。で、あと、ちょっと待ってね。で、バンダイのスコープドッグ、ここにあんねんけど、こんな感じなんですよ。これ、ちなみに、こっちがウェーブ。こっちがバンダイやねんけどね。ちょっと閉じてみようか。 こんな感じなんですよ。こっちがバンダイ。頭がね、ちょっとでかいねん。頭がでかくて、ポリキャップがないから、あの、可動軸はね、あの、すごくギリギリ硬いのよ、これ。で、こっちがウェーブの、えー、本来は、あの、レッドショルダーカスタムのやつを外して、で、型を右から左と入れ替えただけなんですけど、 これ、ドックでこんな違いのねほら。こっちウェーブ、こっちバンダイやねん。で、ここをね、まず開けるところが、ちっちゃいねんとか、肩倉庫やな。肩倉庫が、こっちはほら、あの、のりしろがあんねんけど、こっちのバンダイはね、あの、ないやつやねんな、これ。あと、このダクトとか、アームパンチ、で、手首とか、すべての部分において、えー、 ウェーブのがかっこいいな <laughs>。じゃ、ウェーブのがやっぱかっこいいねんて。あのね、えー、っとね、えー、っとね、例えで言うたらね、あのー、そうやなあ、腕時計とか、あと靴とか、男の人だったらね、腕時計とか靴とか、あと、車なんかもそうなんですよ。車とかもそうやねんけど、やっぱりね、いいものを見ると、 昨日そんな話とったんが、いいもん見ると、こっちのウェーブのキット見ると、やっぱりね、こっちの良さを知ると、やっぱ劣ってるやつってね、あの、目で見てわかんのよ。触ってみてもわかるし、これってね、致命的に、あの、バンダイの失策やって言っててあげるわ。バンダイの失敗作が、この、あの、ボスコープドッグをやってしまったことにある。 バンダイがハイグレード。これ何も言えへん、スコープドック出しても、おそらくサイズ感で、サイズ感で多分35。こっちなみにね、えっと、この前やったらね、あの、塗装済みの完成品で言う、マックスファクトリーの35マックス、マックスファクトリーのあの、塗装済みフィギュアの35マックスですら、35マックスですら、 バンダイのスコープドッグがよくできてるから、確かに寸尺は違うけどな <laughs>。<laughs> マックスファクトリーの35マックスは、あのー、スコープドッグよりも、ストライクドッグの方が小さいっていう、あのー、ちょっと、恐ろしいことやってるけど、マックスファクトリーの35マックスは、スコープドッグの方が大きいねんけど、うんあれと比べても、やっぱりちょっと見劣りすんねんで、 車屋さんでも言うとってんけどね、やっぱり一回ね、いい車に乗ると、いい車に一回乗ってしまったら、やっぱり安い車ってなかなか乗れない。これがね、今のバンダイなんですよ。実は。はい。これね。でね、あのー、ウェーブっていうメーカーの安定感がもう今ね、半端じゃないって言い方が当たってんのかなこれバーグラリードックそうなんですけど、 安定感がもう、あの、ウェーブっていうメーカーのその品質が、あの、安定感がもう出てんねんて。安定感が。これバーグラリードッグやけどね。例えば、この前のスナッピングタートル。これもさスナッピングタートルもそうやねけどね。これ、予想以上にね、あのー、予想以上にスナッピングタートル、かっこいいねん、これ実は。<laughs> スナッピングタートル、まあまあ、かっこいいねんで。うん、ウェーブの。あの予想外、メールもたくさんいただきましたけど、あの、予想外に、スナッピングタートル、かっこいいっすね、とかってみんな言ってんねんで。で、このバーグラリードッグになったら、まあ、ウェーブが先出し、で、バンダイが後出しやねんけど、本来後出しの方が良くなかったらあかんのよな。本来は後出しの方が良くなかったらあかんねん。 それが、おそらくやけど、あのスコープドッグがこれね。バンダイのスコープドッグがこれやから、これ、バンダイ。これやから、多分これのバーグラリードッグこれが <laughs>、これがバーグラリードッグになっても、多分ね、あの、来ないのよ、気持ちが。かっこええやんっていう気持ちが多分これでは来ないのよ。このベースのバーグラリードッグでは。 これ。厳しいと思うで。正直。で、僕もあの、静岡ホビーショーのやつは見たけど、このスコープドッグがベースやったら、これのね、リーマンキーはないで。はっ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 は。これがリーマンキーになっても、多分ね、ないわー。リーマンキーないと思うわー。うーん。 正直、これがね、リーマン機になっても、これがターボカスタムになっても、多分ね、えー、ウェーブの優位性は変われへん。もしかしたらやけどね、あのー、もしかしたら、このバンダイが、バンダイがこのスコープドッグにこだわり続けると、バンダイが、例えばこれをブルーティッシュドックとか、他のやつにしても、多分ね、バンダイがやればやるほど、 バンダイっていう会社がこれを触るほど、ウェーブの価値が高くなっていくねん、ずっと。ウェーブの、ウェーブの、あの、35が、バンダイがたくさん売れば売るほど、ウェーブの価値が上がっていくねん、ずっと。評価点が。これ。うん。だからね、僕は、あの、バンダイはね、ボトムズはやめた方がいいと思うわ。 バンダイ、ボトムズやめたほうがいい。で、それと、あと、えー、パトレイバーとかもやめたほうがいい。パトレイバーもやめたほうがいいわ。うん。フットワーク重たすぎんねん、もう。バンダイっていう会社が、初体が大きすぎて、あの、フットワークが重たいから、もうやめたほうがいいと思うで。スコープドッグのバリエーション、拡張キットなんとか言うてるけど、スコープドッグ自体手に入れへんやん。変えてる人いてる スコープドック、バンダイのこれ。僕は今、あれや、あの、交換したりとかしてるから、このスコープドックは5個ぐらい持ってるけど、拡張セットも何セットも持ってるけど、あの、売ってんの見たことないで、店で。うん。で、2750円かな ?2750 円出して、コックピットがないねん。で、 1500円でプレミアムバンダイでコクピット買ってこれやねん。コクピット買って。こっちってね、今、アマゾンで4700円ぐらいやねん。これ今。PS 版で。やったらこっち買うねんて。申し訳ないけど。はい。どういうとこですかはい。まあ、それはさておきけど、バーグラリードックかっこいいです。 このトランプルリーガーっていうのかなこの長さが、あの、異常に長いのも、まあまあかっこいいよね、これ。<laughs> かっこいい。うん。だから、あのー、今ちょっと時間がね、的には制限があったから、この裏側の色とかは、一応多少は入れて、それらしく見せたけど、あ、もうイルるッとはずだけど、やってみたけど、もっとまだね、触る余地があるとこがあんねんで。例えばこういうとこね。 この伸縮するところの,の部分が例えば単色じゃなくてもうちょっと色,色分けしてとかねここここ今だごめんちょっと派だけどここのとこね伸縮するんやけどこのスライドするところの色考えてみたりやとかあとこのバックパックやなうんとかも考えるとこあるしこういう後ろは青色になってるでしょほら前回と比べて ここもだから、そうやねん、で、ダクトみたいなのがついてるところ、何か、方法を考えることあると思うんやんけんな。で、これやねん。ウェーブのバーグラリドックかっこいいぜ。あのー、申し訳ないけど、バンダイに圧をかけてるって噂もあるけど、へ <laughs> ジーシーで。本当にあのー、一回でもね、ウェーブのキット、これバーグラリドックやな、ね、見たら、 バンダイのキットはちょっと変われんかもしれんで、安くてもや。これ。かっこええもん。うん。個人的にはね、あのー、24。やな、24分の1、ウェーブの24分の1のスコーブドッグを、24を、もう次いきなりやな、追加パーツかなんかで、3000円から4000ぐらいの追加パーツで、えー、バーグラリードッグ、 改造パーツやな、ウェーブの24に出してもらって、4000ぐらいプラスで、えー、これにしたいよな、こう、こっから下。で、前の走行版。で、武器、ザック。ここね、スモークディッシャージャー。で、この上の、えー、あれやな、型の部分も。これ。いけてんね、これ。あのね、 素直にね、かっこいいなって思うねんで、これ。その、大河原国夫先生が、まあ、デザインしてるのもあんねんけど、やで。うん。こちなみにね。だから、スコープドッグっていう、その、一つのキャラクター、やな、メカキャラクターにしたら、完成形がここにあんねん、一つの。完成形が。うん。ですよ。ちなみに、今、ちょっとチラチラ見えてんねんけど、あの、ヤマトの12分の1もここにあんねやんか。<laughs> ヤマトの十二分の一もあんで一回見てみるめっちゃでかいで言わねえもヤマトの十二分の一はちょっと待ってよ大きいっぱなしだっ,っと片付けなあかんな思いながらずっと置いてあんだけどよいしょこれヤマトの十二分の一ヤマトの十二分の一は、あの行った時からずっと置いてあん 感じこれ35分のちのバーグラリドックでこれヤマトの12分の1なのかな <laughs> めっちゃでかいねこれ <laughs> 12分の1のヤマトこれこれねえっとねだいたいね1万1万円ちょっとぐらいで買い取って当時でこれねちなみにこのヤマトの12分の1はあの野本健一さんが原形作ってて あの、出来上がりがね、これ、プラス成形やねんな。プラスチック製やねん、これ。だから、加工しやすいプラスチック製になってんねん、これ。で、ここ、コックピットもちゃんとあってね。おまけ、おまけや、これほら。まだね、外してないの、ね、ほら。ターンピックのとこが。で、これに12分の1のキリコキュービーがついたらね、もう完璧やねん、これ。<laughs> どんだけスコーブドック好きやねん、みたいな。はははは。これ。めっちゃでかいよ、ほら。12分の1。これ35やねん。うん。これすごいで。ある意味ね、あの、ヤマトっていう会社。今はもアルカディアっていうブランドになってるけど、あの、ある意味、これが一つの完成形やな。ちょっとしまうのも大変やねんけど、これ。ヤマトの12分の1。すごいよ、これえ。えみたいな。 ところで、えー、ちょっと山これねほんまにねあのいいものはね手元に置いときたいなと思うからこれ置いたんねんけど昔で言うあのあれみたいなジャンボマシンダーみたいなもんやな <laughs> 40代以降50代ぐらいの人たち分からへんけどあの、ジャンボマシンダーっていうのみたいなもんやけどこれがあウェーブ35分の1バーグラリードック キリコがね、キリコキュービーが乗ってる、あのー、AT にしてはすごく重武装なんよな。キリコキュービーが乗ってるにしては、すごくね、重武装やねうん。まあ短期でやな、短期で、あのー、まあ、戦線突破するために、まあ、これを選んだのか、もしくは時代が、だからあ、テレビが、テレビ版が終わった後、30年以上の時を経て、 30年以上の時を経て、えー、コールドスリープから冷めてる間に、スコープドッグが、まあ、これが進化してこのパターンになったのかは、まあ、どこにも触れてないからな。やけど、うん。かなりの重武装やで、ね、これ。うん。で、デザイン的に破綻してないのは、デザイン的に破綻してないのは、やっぱり大川原邦夫先生が、 あのー、自分のデザインしたものに追加パーツを付けてるから、あの、デザイン上破綻してないんですよ。うん、かっこいい。バーグラリードック、うん。あ、これもね、ちなみにやけど、えー、一応まあこれ動画撮り終わった後、あともうちょっと触りたいとこがあるから、あとキリコをまだ乗ってないやんこの中に。キリコまだやから、まああとキリコ乗して、で、あと、 ちょっと訂正かけたぐらいで、えー、欲しい方、これ。僕はあの別にあの、集めたいわけじゃないんで、あの、どんなんか見たいかだけやねん。やってる、あの、行動心理が。だからこのバーグラリードッグも、ね、欲しいねんっていう人がいてたら、あの、別にあげますよ。<laughs> あげます、あげます。あの、特に、はい。あのー、まあ、出来上がって、 まあ、こうやって記録として取れたらもう別に特に必要ないんで、このとことか、肩の、あの、フックね、ちゃんと別でも取ってあるから、あと、そうやな、トランプルリーガーかなんかの分も、これ、まあ、一応開いたやつだけ外してあるんだけど、全部あの取ってあるんで、あとこの手首ね、握り手首とかも全部取ってあるんで、よかったら、まあ、これも、あの、 一人以上の方やな。一人以上の方が欲しいねんっていう方がいらっしゃる場合、まあ、あのー、まあ、ダース・ベイダー危機一発で誰にするか決める <laughs>、ことになるやろうけど。っていうことね、ちょっとの間はね、ここに置いときますんで、また見たい方いらっしゃったら、それと、あと、まあ、送る前に、ちょっと手に取ってみたいなんて言った方、あの、遠方地で、 ま、ここが遠方すぎるからやんけど <laughs>、ここが遠方すぎて来られへん人いてるんで、あの、ちょっと手に取って見たいねんっていう方については、あの、個別対応するんで、またメール入れてください。で、あの、まあ、見たいねんって言うんだったらバラして、で、壊れへんようにして送るのは別に問題ないんで、でも、その後、欲しいねんって言うんやったら、まあ、あの、二人以上欲しいっていう人がいない、いた、いてた場合は、 まあどうするのかはまあ個別対応になると思うんですけどね。はい。それとあと、あのー、ゴールデンウィークの間で会ってんけど、あのね、僕ね、あの、あの、プラモデル屋さんじゃないんで、一応念のためにここ再確認しとくけど、僕プラモデル屋さんでもないし、あの、親切な人でもないから、これね、何人かおってんけど、大阪におるときも、 こっちにおるときもそうやねんけど、あの、僕んとこにプラモデル持ってこられて、あの、出かけているときでもそうやねんけど、ご飯食べとったんやん、誰かと。誰かとご飯食べとったら、あのー、まあまあ、突然、えー、朝井さんですかとかっていう人が来て、で、ああ、そうですけどって言ったら、あの、YouTube 見てますあ。ありがとうございますって。で、あの、すいません、ちょっと、あの、プラモデルで、 ちょっと色塗ってほしいのがあるんですみたいな <laughs>。突然、色塗ってほしいんですっていう人が出て <laughs>、で、いや僕今何も持ってきてないからって言ってんけど、あの、なんか普段から、ごめん、ちょっと僕電車の中でプラモデル作ってる動画撮ってからやねんけど、普段から、あの、カバンかなんかに、カバンにね、筆と色を持ってるみたいな人がおるらしいね <laughs>。ほんで、何人かに声かけられたことがあるねん。 ちょっとプラモデルの色を塗ってほしいんです、みたいな。<laughs> で、あの、そら、筆があったらそらやってあげるけど、で言うてんにゃんか、あの、普段から言ってるけど、僕ね、エナメルしか使えないんですよ。あの、ガイアノーツやとか、あのー、なんていうの、ファレホっていうのかなボークスとかがやってる。あのね、全然ね、あのー、水性カラーですら使えないんですよ、僕悪いけど。あの、 コンプレッサーのけ別やで。筆塗りは、もう、エナメルしか触られへんねん、僕悪いけど。だから、あの、違う色とか持ってこられて、違う色とプラモデル持ってきて、ここちょっと細かいとこ色入れてほしいんですかって言われても、<laughs> 無理よ。<laughs> さっき言っとくけど。で、あの、ここに来た人やったら、ここに遊びに来た人やったら、あ、知ってんの通りやけど、足元に、あの、プラモデルの色、やな、 何百色っていう色がいろんなメーカーのやつあんねんけど、あの、ここに来たんやったら、もしくはここで受けたら、それはやるけど、あのね、出先では無理やで。<laughs> 出先たまにあんねん。たまにある。あ、ちょっとやってほしいんですとか言って言って。いやいや、それはええねんけど、みたいな。うんで、かといってのは送ってくれって言って、送ってくんのかって言ったら送っても来ないでしょ。 その場であかんかったら。で、それやられたら、あの、すべての人にできなくなるのよ。だから、ちょっとそれは考えていただいてというところで。はい。このバーグラリードックはね、まだあと、えー、PS 版だけでもね、あと、7つぐらい残ってんねまだ。だから気楽にこれね、パパッと、まあ、徹夜1日やってるけど、徹夜とま、あ半日でここまでやってるけど、うん。 かっこいいよ、バーグラリードック、うん。で、改めて見たもん、格約たるいたん。見たもん。あの、強いて不満言うんであれば、格約たるいたん、あの、炎の定めじゃないやん。あの、最初の歌と、で、終わりが、いつもあなたがじゃないやん。あの、歌が違うやん。キリコが歩い、歩いてへんやん。<laughs> あれだけはちょっと不満やけど、話としてはまあ続編やから、テレビ版の直の続編やから、うん、それとやっぱり、えー、高橋監督の、高橋監督あのインタビューでも言うてあんねんけど、あの、そんなにバンバン戦ったりするのは好きじゃないらしいねんな。高橋監督の意向として。あの、6話とか12話とかの話やったら、 まああのー、まあ、戦う戦闘シーンがない。だからじっくり作品を作りたいっていう意図やねん。高橋監督以降では。だから確約たるいたんでも、一、えー、1話、では、えー、コードスリープから冷めたキリコが、えー、テイタニアと戦うためにスコープドッグ使ってるやん。スコープドッグ使ってんねんけど、二、えー、2話、3話、へっ、 4話ぐらいまで出てきれんのかなで、4話の終わりぐらいから5話で、やっと、バーグラリードッグが、な、ゴリバかなんかに乗せてもらって、やっと、えー、戦闘モードに入んねんけどね、あの話の作りはね、もう、秀逸やで、すごく、秀逸うん、あのー、 コメントいただいた方いらっしゃったけど、今、ファブルかなんかいうあの、アニメの監督してはんねんけど、それ早くやめてもらって、<laughs> 僕も高橋監督がやってるっていうか、ファブルはね、3話まで見てんけど、あの、面白いと思えへんかったっていうの。ザ・ファブルかなんかは。し申し訳ないけど、あの、あれやったら、まだあの、チャイルドかなんか、映画化し、映画でもいいし、チャイルドの、 えー、まあまあ、アニメやった方が、ファブルってね、確かね、あの、岡田純一さんやったかな元 V6 の。岡田純一さんがやってるファブルは実写版見て、あれは面白かったんけどな。アニメの方はね、つ、らかったな。つらかった。だから、高橋監督、早く、あの、走行機へボトムズを。はい。まあ、か、ここで関係ない話、ちょっと5分くらいまだするけど、<laughs> この前ね、安彦義和先生のインタビュー見たな。安彦義和先生が、まあ、ご高齢になってるんですが、ガンダムについて語ってるやつがなかったな、インタビュー受けてて。うん。安彦先生も、できればあと一作。安彦先生の一作品が一作。で、富野由悠義さんは二作ぐらい。もあ、あの、スターウォーズも、スターウォーズも、あのー、 ジョージ・ルーカスやな。スター・ウォーズも、ジョージ・ルーカスが次の作品を入ることが決まってんから、スター・ウォーズも、ジョージ・ルーカスが入ることが決まってんから、えー、ガンダムもそろそろ、えー、トミニー・ヨシギさん入れて、まあ、せめて、えー、先行のハサウェイか、ぐらいはやってほしいよな、って思います。はい。これ、バーグラリードッグ、かっこいいな。うん。 これ今ヘビーマシンガン、これショートバレルなんやけど、実はね、あの、えーターボカスタム4点セットに入れてた、ターボカスタム4点セットにあった、あの、ショートバレルと、あと、PS 版のターボカスタムにも、あの、ショートバレルのやつは付いてて、え実はこのバーグラリードッグは、両手にショートバレルのヘビーマシンガン持たせるのが、 あの、僕のなんか究極や。あの声、声再びの時やな、みたいに。両手にヘビーマシンが持って、打ち合いやみんなで。<laughs> ですかはい。あー